画質に関してはほんと綺麗ですね、パイマックスクリスタル。はい、こんにちは、なでしこまとです。今回はパイマックスクリスタルというものすごい高性能な VR ゴーグルをレビューしていこうと思います。 VR に興味がある人やガジェットが好きな人はね、ぜひ最後まで楽しんでいってください。パイマックスってやっぱりメタクエストとかと比べるとあんまり知名度がないかもしれないんですが、実はクエストと同じくらいね歴史があって、知る人ぞ知るハイエンド VR ゴーグルみたいな感じです。で、僕もねパイマックス製品は過去にいくつかレビューさせていただきました。例えばパイマックス 5K とかパイマックス 8KX とか、あとはパイマックスポータルっていう、あの携帯ゲーム機なのにこうなんか分解して変形させたら VR ゴーグルにもなるみたいな、そういうなんか変態的なね、あのデバイスもレビューさせていただきましたね。で、実は今回紹介していくこのパイマックスクリスタルも以前ね別の動画でレビューさせていただきました。パイマックスクリスタルの特徴はですね、まあその VR ゴーグルってまあどれもね一緒に見えるかもしれないんですが、実はそれぞれ特徴がバラバラで、例えばメタクエストは結構汎用性特化みたいなところがあるんですね。対して今回のパイマックスクリスタルはとにかく画質を追求したっていう、そういう印象があります。解像度も高いし、ディスプレイも多分いいやつだし、レンズもね、あのガラス製なんですよね。で、結構いいやつなんですよ。やっぱり表面もツルツルしてるしね。やっぱり VR をやるってなったら画質って結構重要じゃないですか。なんでそういう人はね、パイマックスクリスタル結構いいかもしれませんね。で、今回ですね、このパイマックスクリスタルの新たなパーツですよね。ライトハウスカバー、これもね、紹介していくつもりです。で、その上で、実はパイマックスクリスタル、このシリーズってね、実は3種類あるんですね。それが今回紹介していくこのパイマックスクリスタルで、パイマックスクリスタルライトで、クリスタルスーパーってこの3つがあります。実は3種類あるんですね。で、基本スペックについては多分まあほぼ大体同じなんじゃないかと思います。まあ解像度も一緒だしね、まあ、基本スペックは大体同じで、クリスタルから結構なんていうかな、機能を削減したものがクリスタルライトで、それの高画質版がクリスタルスーパーみたいな、まあそんな感じですね。ライトとスーパーに関しては結構最近発表されたので、まあ新製品にはなると思います。で、この3種類あるんですが、どれもねライトハウスカバーつけれるんですよね。ライトハウスカバーつけたら、パイマックスクリスタルがそのインサイドアウトトラッキングって言って、ヘッドセット前面についてるカメラからトラッキングするんじゃなくて、部屋の隅に設置しているベースステーションっていう、まあトラッカー、まあなんていうかな、センサーみたいなものでトラッキングするっていう、そういう方式になります。インサイドアウトトラッキングとこのベースステーションのトラッキング、まあいいところ悪いところがもうコインの裏表みたいな感じではあるんですが、まあ PC VR ゴーグルをね、よく使う人だったら、ベースステーションの方がね馴染み深いかもしれません。で、以前ねパイマックスクリスタルをレビューした時に多分言ったと思うんですが、トラッキング精度がねあんまり良くなかったんですよね。メタクエストみたいにインサイドアウトトラッキングで、そのベースステーションいらずでトラッキングできるっていうのが一つの売りだったんですけど、まあなんかトラッキングちょっと微妙だし、コントローラーもねなんかプルプルするしみたいな感じで、あんまりいい体験じゃなかったんですよね。で、コントローラー自体もちょっとねあんまりチャッチーというか、なんていうのかな、なんかクエストの劣化版なのかなみたいな感じで、あんまりね高級感もないしみたいな感じで、まあちょっとねトラッキング周りが結構残念だったなみたいな印象がね、多分あの前の動画でね紹介したと思うんですけれど、まあ、今回のねライトハウスカバーつければね、それ改善されるんじゃないかっていう感じでね。で、しかも新製品のクリスタルライトとクリスタルスーパーも同じくねライトハウスカバーつけれるので、今回のクリスタルのライトハウスカバーがどんな感じなのかっていうのが分かったら、クリスタルライトとスーパーもあこんな感じなんだなっていうのがね、まあ、大体分かるんじゃないかと思います。ということでやっていきましょうってなんですが、まあ、ちょっと待ってくださいね。今回ですね、まあ一応ねパイマックスさんからちょっと案件動画ということで、まあいただきまして、一応ねこういうことをね紹介してほしいなみたいなことを言われたんですよ。8個ありまして、例えばねアイトラッキング機能がついてますよっていうところとか、まあ高解像度ですよっていうところで、3つ目が QLED がもたらす優れた色彩性能であること、4つ目がローカルディミングによるハイコントラスト、5つ目がアフターサービスが日本現地化されたこと、6つ目がオフライン体験、まあイベントですよね、まあこれがあるよみたいな話と、で7個目が FOV、 これ視野角なんですけど、まあ視野角は過去のねパイマックス 8KX よりはちっちゃいけどそれでも大きいよみたいなところ、で最後8個目が究極な透明感、衝撃的で1回使ったら忘れないなどなどみたいな感じでね、まあこれらのちょっと動画で紹介してほしいなみたいなことをね、まあ今回言われたんですね。なので今回の動画ではね、このライトハウスカバーも紹介しつつ、パイマックスクリスタルのこの8個のね魅力が果たして本当なのかっていうところもね、まあ合わせてレビューできたらなっていうふうに
思います。ちなみに前回の動画では紹介しきれなかったねパイマックスクリスタルの新たな機能とかもね合わせて紹介できたらなっていうふうに思いますので、まあぜひね楽しんでいってください。それでは早速ライトハウスカバー開封していきましょう。黒い袋から取り出すとカバーが入ってますね。結構軽い、結構というかめっちゃ軽いです。パッと見元々のカバーとあんまり違いがわかんない感じなんですが、実は表面の左右と、まあ、上側にねちょっとぼっこり出っ張りがね追加されてますね。で裏側めくるとね真ん中あたりに金属のパーツというか端子というかねついてるんですが、これ多分ライトハウストラッキングするためのモジュールだと思われます。でさてこのライトハウスカバーを取り付けるためには元のねインサイドアウトトラッキング用のカバーをね外す必要があるんですが、このカバーがめちゃめちゃ硬くてですね、マジで5分ぐらいずっと格闘してたんですが全然取れなくてね困っちゃいましたね。一応ねこの下側の両サイドに、ま、爪を引っ掛けるためのくぼみみたいなのがついてるんで、ま、説明書見てもねここを引っ張がしてくださいみたいなね書いてるんですけど、なかなか取れなくてね、ま、最終的にはね爪を短く切って爪でね剥いだ感じなんですが、爪が長い人マジでね切っといてください。爪爆発するんでね短くしてください。ま、だいたい5分ぐらい格闘してやっと取れたみたいな感じです。この辺もねなんかもうちょっとハードウェア的にもねなんか洗練できたらいい感じやなっていうふうには思いますね。はい、で全面カバーを思いだねパイマックスクリスタルくんです。こんな感じ初めて見ましたね僕も、このカバーなし状態。パンが2つついてたりとか、まあ、ちょっとね基板が見えてたりして、まあちょっとロマンチックな感じではあるんですが、カバー外してもトラッキング、まあ、カメラですね、4箇所のカメラは別にそのまんま本体にくっついてるので、なんかライトハウスと併用できそうな感じはしますよね。わかりにくいと思うんですが、これどっちかがライトハウス用のプレートでもう1個がねインサイドアウトトラッキング用のプレートです。これどっちがどっちかわかりますかね。わかったら結構すごいかも。まあ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 、でもまあよく見たらねこの本体のね正面両サイドとくぼみと出っ張りがあったりして、まあ、出っ張りがある方がライトハウスカバーですね。で、裏返すとね、まあ分かりやすいです。金属のこの端子というかパーツというか基板みたいなついてるのが、まあ、ライトハウスカバーですね。これ多分パーツね、バラバラにしなくても一つにまとめて、その販売できたとは思うんですけど、まあ多分それだとね、値段が多分上がっちゃうと思うんで、ライトハウス環境ない人は、ライトハウス用のパーツオミットして値段もなるべく安く しました、みたいな感じだと思います。カバーを外すのはすごい大変だったんですが、取り付けるのはめちゃめちゃ簡単でしたね。ただこの正面、あ、中央のこの端子かな？をパイマックスクリスタル本体に差し込む形になるので、ここがねちゃんと刺さってるかどうかは確認した方が良さそうです。まあ普通に刺したらね問題なく接続できてると思います。はい、接続したらこんな感じの見た目になります。まあほとんど変わらないとは思うんですが、まあ出っ張りがちょっと増えてかっこよくなりましたね。なんかガンダムっぽいですよねいつ見てもパイマックスの製品この V 字がねちょっとガンダムっぽいなと思ったりするんですけど、はい、これでねプレート交換の完成です。ライトハウスカバーのトラッキング制度とやらをね確かめていこうと思います。多分一番わかりやすいのがねシューティングゲームだと思うんで、それでね試していくんですけど、まあ普通に遊びやすいですね。トラッキングがなんかガクガクするとかね、どっか行くとかっていうのも特にないんで、まあ普通にいい感じに遊べてます。でライトハウスカバーつけててもインサイドアウトトラッキングモードにはそのまま切り替えれるので、ボタンワンポチで切り替えれるんで、まあなんか最初からライトハウスカバー持っててもいいかもしれませんね。はい、じゃあね今度はねインサイドアウトカメラ、まあ最初の状態、あのベースステーション使わないトラッキングでねやっていこうと思います。あ、まあ、結構でもいい感じかな。意外となんか悲観してたら普通に使えるかも知れないけど、あーこれあれだな、コントローラー止めてる時になんかだんだんずれてきますね。わかるかな、わかるといいんだけど、このなんかだんだんなんかねコントローラー机の上に置いた方がわかりやすいかな。今ねコントローラー机の上に置いてほぼ固定してる状態なんですけど、ほぼちょもう一回動かすわ。今固定し、あ、めっちゃピクってしたね今。そうピクピクするんですよね。これ今ほとんど動いてない状態なんですけど、ほらめっちゃ歪んでるでしょ。もうクロスヘアが見えないくらい。ちょっと修正するか。修正してこんな感じでしょ。でこれ机の上に手を置きました。で置いてるとなんかだんだんなんかずれてくるというかね、やっぱちょっと気持ち悪いですね。手を動かしてる状態だったらまだね
まだ割りかしなんとかなるとは思うんですけど、止めてる時だめっちゃガクガクするんですよ。今めっちゃ上下にピクピクしてるでしょ。これ動かしてないんですよね。動かしてないのめっちゃピクピクするんですよね。これちょっとねVR ゲーム遊びづらいですよね。やっぱパイマックスクリスタルはもうライトハウス環境の方がいいと思いますね。でただライトハウスで遊ぶ時のコントローラーですよね。やっぱインデックスコントローラーっていうのを持ってた方が絶対ゲーム遊びやすいんで、インデックスコントローラーがもうなんかほぼ前提というか必須レベルまでありますね。僕インデックスコントローラー持ってないんで、さっきねバイブコンで頑張ってやってたんですけど、スティックもないしボタンもないしでもうマジでゲームしづらいんで、まあそれに比べたらまだね、このインサイダーとコントローラーの方がねまだ遊びやすいよ。ちゃんとねトラッキーなんていうのボタンもあるしね、スティックもあるからね、まだちゃんとゲームとして遊べるんだけど、まあ、一番いいのはやっぱりライトハウス環境プラスインデックスコントローラーかな。それがあって初めてねパイマックスクリスタル完全体になると思うんで、まあそんな感じですね。で外出に関してはなんかめっちゃ綺麗ですね。僕結構クエスト3をバーチャルデスクトップで無線でね接続して遊んでるんですけど、まあなんかその無線特有のなんか色のにじみというかないんですよね。多分こういうところねクエストで見たら結構ボヤボヤみたいな感じでね、なんかしましま模様が見えたりねなんかする感じがあるんですけど、さすがパイマックスクリスタル、ちゃんとねめっちゃ綺麗ですね。で一応ねこのコントラクターズショーダウンというのは VR ゲームでね今試してるんですけど、まあ画質設定はねだいぶ下げてるんですよね。 Steam VR の画面画質のね設定 50% ぐらいに実は下げてはいるんですけど、それでもだいぶ綺麗というか鮮明というか、画質に関してはほんと綺麗ですね。パイマックスクリスタル、例えばこの銃とかこのアイアンサイトってわかります？この前と後ろのこのちっちゃな穴をねこう狙いつける感じなんですけど、これもねクエスト3プラスバーチャルデスクトップだったらね、まあ、結構見えづらいかなみたいなあったんですけど、パイマックスクリスタルめっちゃ鮮明なんで、めっちゃ鮮明なんでこれはいいですね。これなんか普通になんかシューティングゲームとかだったらねやっぱ画質いい方が遊びやすい気がしますね。やっぱ完全に普通に狙いやすいんでね、これはだいぶアドバンテージですね。やっぱねインサイドアウトトラッキングだったらコントローラーがちょっとブレブレしちゃうんで、まあライトハウスにしてね、でコントローラーをインデックスコントローラー、これがねやっぱ一番遊びやすいと思います。ただ一個気になる点としてはこのレンズがね、なんていうのかな、パイマックスクリスタルのレンズって平らじゃなくてちょっとこうなんて山なりというか盛り上がってるんですよね、真ん中が。なんでヘッドセットちょっとずらすとそのなんか盛り上がりでなんか視界が歪むみたいな感じなのかな。原理はちょっとよくわかんないんですけど、ヘッドセットが少しずれただけで結構画面がグワーンってねなんか歪み出すんで、これがちょっと酔いやすい原因なのかな。まあジャストフィットさせたらね特に違和感はないと思うんですけど、 VR チャットでアイトラッキング試していこうと思います。ちなみに口は動きません。でアイトラッキングの導入法自体はねクエストプロの導入とほぼ一緒でした。 VRC フェイストラッキングみたいなねちょっと名前忘れたんですけど、ソフトをね入れて、でモッドを入れていくんですね。パイマックスクリスタルの場合はねそのパイマックス用のねモッドがあるんで、それをね入れるだけです。めっちゃ簡単です。でどうですかね、トラッキング精度自体はどうですかね。ちょっと自分じゃよくわかんないんですけど、腰見てこっち見て下見て上見てちゃんとできてますか。これちょっと後で僕は確認することになるんですけど、瞬きも多分できてますね。で、右閉じ、左閉じみたいな感じで、バラバラでもいけますね。で、多分この目の開き具合、閉じ具合って多分ね、そのアバターのセッティングによってね、多分だいぶ変わってくると思うんで、まあ、そもそもこのアイトラッキングに対応してないアバターはね、目動かないと思うんですけど、で、やっぱ VR チャットとかする場合は、目がね、動いてくれた方がいいですよね。アバターが生き生きとして。僕はよくクエスト3をね、使うんですけど、VR チャットとかするときとかは、やっぱりねアイトラッキングが搭載されたクエストプロをねよく使うので、やっぱねアイトラッキングは重要だと思います。でパイマックスクリスタル、せっかくねアイトラッキングできるんだったら、もう口もねフェイストラッキングまで欲しいなっていう風にね、まあ、個人的には思うんですけど、フェイストラッキングはね別売りのモジュールで対応している感じなんで、まあまあまあそれ買ったらいい感じなんでしょうね。あ、じゃあ今度は比較としてねクエストプロのねアイトラッキング試していこうと思います。右見て左見て下見て上見てどうですかね。一応さっきのねパイマックスクリスタルの録画見直してみたんですけど、結構目がねすごいプルプルしてた気がしますね。なんか違和感があったんですけど、クエストプロだとどうですかね。多分ねこっちの方がトラッキング精度いいんじゃないかなって個人的には思いますけど、まあ多分クリスタルアイトラッキングねもうちょっとなんか洗練さが欲しい気はします。
例えばパイマックスクリスタルにスタンドアロンモードがね追加されてたというか、多分前回のレビュー動画の時はまだ実装されてなかったと思うんで、で今回見た時はね実装されてたんでね、まあ、実際にね使ってみました。でやっぱりスタンドアロンモードといえば、まあ、スタンドアロンで動くアプリがねどんだけあるのかっていうのがねやっぱ気になるところだとね思うんですが、実際にねアプリストア見てみたんですが、ちょっとね壊滅的でしたね。数えてみたところアプリがね12個しかありませんでした。はい、せっかくのスタンドアロンモードなのにねコンテンツがないんじゃあんまり意味がない気がしますが、ただ最近メタホライゾン OS がサードパーティー制に開放されたっていうニュースをね別の動画で紹介したと思うんですけど、アニヌってもしかしたらねパイマックスも今後ねクエストと同じアプリが遊べるようになる可能性もねもしかしたらあるかもしれませんね。こんな感じでパイマックスクリスタルについて大体分かったんじゃないかと思います。画質はめっちゃ綺麗で機能もモリモリハイエンド PCVR って感じですが、ちょっと微妙な点が目立ってるデバイスだなっていうのが正直な感想です。やっぱりスタンドアロン機能がちょっと足引っ張ってる感ありますよね。コンテンツはほぼないし、バッテリー交換しなきゃいけないし、無駄に重くなってしまう。あんまり満足度は高くはないですよね。で何が言いたいかというと、パイマックスクリスタルライトがねすごい楽しみだっていう話なんですよ。クリスタルの画質綺麗なのはそのままで、スタンドアロン機能とかアイトラッキング機能をオミットして軽量化をした、かつ値段もめっちゃ安くしてるんです。今回紹介してるパイマックスクリスタル、これねお値段258,999円します。ほぼほぼ26万円して、まあ、結構金高いじゃないですか。で対してパイマックスクリスタルはね一番安いモデルでも112,999円からなんですね。この性能の PCVR ゴーグルで言ったら割と適正価格感があります。でしかも特別版っていうのがあって、パイマックスクリスタルライトのローカルディミング付きモデルにライトハウスフェイスプレートが付いたもので 143,999円のものがあるんですね。これライトハウスプレートなくても同じ値段なんで、それだったらフェイスプレート付けた方が絶対いいですよね。パイマックスクリスタルライトになってもコントローラーにね改善がなければトラッキング精度にはあんまり期待できないので、それだったら最初からねこのライトハウスフェイスプレート付けて、最初からライトハウス環境での運用前提に考えた方が一番いいのかなっていうふうに思います。そう考えるとパイマックスクリスタルライトって、まあ、結構高画質優先 PCVR ゴーグルとして、まあ、完成されてる感があるかなって気がしますよね。クリスタルライトもね個人的にやっぱかなり気になってるので、機会があればねぜひレビューしてねどんな感じなのかみんなに伝えたいなと思ってます。ぜひねチャンネル登録と高評価して楽しみに待っていてください。今後もね VR とか AR について発信していくのでね、まあ、またの動画配信でお会いしましょう。バイバイ。